女子部パレード。さあこのコーナーはですね、4月からもやっていきます、はい、若い女子3人でね、若い女子3人でやっていきますので、テレビの前の、はい、ヤングと一人ペヤング混ざってる焼きそばじゃないこれテレビの前の、ね、はい、女子部員の皆さんにいろんな情報をまたお届けしたいと思いますのでね、お楽しみください。今回はですね、ファッションです、はい、どんなアイテムがあるんでしょうか。それではどうぞ。今回私たちがやってきたのはイオンモール宮崎1階にあるブリスポイントです。着回しの効くベーシックなものからトレンドを盛り込んだものまで、大人女子がファッションを楽しめるアイテムが揃っています。この春おすすめのアイテムとコーディネートを教えてもらいました。はい、この春おすすめのアイテムはワイドパンツです。おこれワイドパンツ結構長く流行ってますよね。ですよね。私今日私服でワイドパンツ履いてきました、うん、やっぱりウエストマークでこのベルト付きのタイプになっております。かわいいワンポイントになりますね、これがあるだけで。そうですね、ゴム太わずに着れるアイテムなのでおすすめしております。しかもこのサラサラ感がまた着心地良さそうなね、これから春なんでね、ぴったりですね。はい、今日のランチどうする？パスタがいいかも。あ、パスタいい、パスタね。おー、素敵です。はい、本来の私たち、ね、ジャージとはやっぱり違う一面見せていこうかなっていうところで、ね、そうですね、素敵ですね。これね、めっちゃ履きやすいです、はい、ありがとうございます。サラサラしてて春はぴったりですね。私のが今年トレンドのピンクをちょっと女性らしく着たコーデになっております。なんて言うんですか、この形。袖スリット。袖スリット。今年トレンドでもあるんですが、この形が可愛いですよね。はい、ワイドになってる感じ。そうなんですよね。実は、前後ツーウェイで着れるタイプになってまして、クルーにもなるように。V と丸じゃやっぱり全然ね、はい、違いますから。バッグも可愛い。可愛いですね。ちょっと下がカゴバッグになってまして、季節感を。プラスするという感じですかね。ちょっと夏の方まで使えますもんね、カゴなので、ちょっとこれね、みんな変えるだけで違うんだなって、このアンナちゃんのも全然違いますね。私のこれ、この袖がポイントがかわいいですね。ちょっとボリュームがある感じで、ゴムが入ってるので、はい、ちょっとこう落としてきていただくと、あ、はい、オフショルにもなるんで、ちょっと色気がずっとまたこれで違いますしね。ちょっと今年は出していきますよ、私。本当に本当に。いや、ちょっとシルバーってちょっとハードル高いかなって思ったんですけど、1個こうやってちょっとかっこよくなりますね。そうなんです、これでちょっと甘い印象なんですが、シルバーをプラスすることによって、はい、ちょっとキリッとした印象にもなるので、甘辛、甘辛です。そしてちょっと、はい、レイナちゃんのあれはもしかしての、もしかして、あ、今流行りの抜き襟。抜き襟グッと大人っぽい、なんかレディーな感じに、大人女子ですよ。しゃー、あ、いやいや、もうちょっといいと思うよね。そこは黙ってて。そうですね、大人に、大人に、こうカシュクールになるようになってまして、下がカシュクール。カシュクール、え、カシューナッツしか知らない。カシュクール思った思った。そうなんです、シャツの裾の部分についているボタンを止めると、こんな風にカシュクールでも着ることができる 2way アイテムなんです。ウエストインが苦手な方でもさらっと着れちゃいますし、より大人レディーに仕上がりますよ。このバッグもなんか、はい、もしかして、あ、そうなんです、これお財布になるんですか。こうお札とか入れて、こっち携帯とか入れて、柄も可愛いですもんね。トレンドの花柄で、花が着てるやつ、ポイントポイントで入れてる。そうなんです。ブリリアント女子部的チェック、略してブリチェ。今回はトレンドの抜き襟のやり方をチェックします。まずはシャツのボタンを3番目まで開けます。ちょっと開けすぎかなと思っても、この位置より上がるので大丈夫です。続いて背中部分の生地を引っ張って、首筋を越えて背中が少し見えるくらいまで下げれば、大人女子な抜き襟の完成です。ぜひ挑戦してみてください。2つ目のおすすめはこのリバーシブルスカートになっております。
え、リバーシブル、はい、リバーシブル、どういうことですか。ちょっとちらっと中を見ると、え、こんな感じでこれでも切れるってことですか。そうです、裏返すとこっちのカラーでも切れるようになっております。すごい、すごい、いっぱい切れてる、ね、この春おすすめのライトブルーになっております。スカートのこう甘さが苦手な方でも、うん、あのこのライトブルーでちょっとクールに着ていただけることができます。どうしようかな、二日酔いだからうどんかな。二日酔いかい。いや、これね、はい、すいません、ショートコントが。いや、でもこれよく可愛いです、うん、はい、また違った印象で、うんうん、このスカートがちょっとクシュクシュっとしててふわり感があるので、うんうんうん、また女性らしさが、うん、え、メモリータイプになってるのでふわりとしたいときはこういった感じで、ご気分によって入ることができます。本当にできる。あのですね、私初めてやりました、はい、ワントーンコーデ。ワントーンコーデで、これだと調整しやすいです、私、色合い的にも。しかもちょっと私の好きなポイントが入ってるのが、はい、足元ガラガラ、うん、そうなんです。足元で遊ぶっていう。そうですね、はい、しかもこの黒で締まってるので可愛さとちょっとかっこよさとがミックスされたコーデになってます。すごくお似合いです。ありがとうございます。レイラちゃんのは、はい、これさっき、うん、そうです、ご紹介した通りリバーシブルになっていて、その逆になります。私の逆の、はい、このレイナちゃんが今着てる色、はい、ね、ライトグレーですよね。ライトグレー、ね、はい、しかもボーダーで、うんうん、好きなんですよ、ボーダー。あね、ボーダーっていうとカジュアルな印象なんですけど、V、うんうん、でちょっと綺麗め感も、うん、しかもこのクラッチですよ、すっごい可愛いこのデザイン、ね、チェーンがついてて、クラッチでもショルダーでも持てるようになっております。いろいろ使える。またこれ足元がフットヒールになってまして、はいはい、安定感もあるので、あれは嬉しい、ヒールが苦手な方でも履いていただくことができるようになっております、うんうん、爽やかだよ。そしてね、これまた私も、うん、アンナちゃんのこれ襟の形ちょっと初めて見たんですけど、ごめん、まだどこか、うん、スキッパー、スキッパー、首元がこう綺麗に見えるデザインになっております。そしてこれもこのリバーシブルなんですよね、色違いですね、はい、はい、裏が全然違う、カーキです、カーキになってて、ガラッと印象変わりますよね、綺麗めですよね、ちょっとお嬢様というか、見えます、うん、好きだね。上品コーデにはブラック小物を着かせるのがおすすめです。こちらのパンプスはインヒールになっているので美脚効果もあり、そしてトレンドのバケツバッグにスカーフを巻いて小物で遊んじゃうのも今年のマストポイントですよ。この春おすすめのワイドパンツとリバーシブルスカートを紹介しましたが、どちらも着回し力抜群で一気に旬なコーディネートができちゃいます。皆さんもトレンドを取り入れながら春ファッション楽しんでくださいね。はい、今回はファッションということでですね、同じアイテムを使って、まあ、みんな違うトップスを合わせたりとかしてっていう風に着回しをしたんですけど、これ毎回ね、女性だけで意見を言ってたんですね、うん、女性だらけの木曜日のコーナーだったよ。これ今回からちょっと男性も入るので、男性からしてああいうファッションっていうのはどうなんですか。まあ、思ったのが、うん、なんか女子ってすぐ小物で遊ぶなって思いました、ね、いや大事ですよ、辛口アイテムで遊ぶやん。小物使いっていうところまで気を使ってるというところをちょっと見てほしい、うん、なるほどね、こんなすごい考えてやってたんだと思いましたね。そうなんですよ、ね、うん、どうですよ、あきらくん。なんか例えばですけど、あの抜き襟でしたっけ、 あの時のレイナちゃんとか、うん、なんかちょっと黒でちょっとなんかシックな感じもあって、ね、なんかいつもと印象違うなっていう風にもね、うん、思いましたけどね。ちなみに今日ちょっと取り入れてるんですよ、ね、ちょっと抜き襟だよね、ちょっと可愛い系のね、抜き襟デニムでこう後ろにちょっと下げて、やり方はいろいろなのね、合わせるもので全然印象が変わりますよ ね、 そうですね、はい、どうですよ、トナミちゃんは。いや、僕はあのワントーンコーデ、あ、はいはいはい、あれはもう取り入れようかな、さすとか。自分が、ご自身が、はい、だからその坊主今3ミリなんですけど、眉毛も3ミリにしようかなって。あ、ワントーンで、はい、それワントーンって言わんやろ、それ良いかなと思ってます。
そこじゃないでしょ。見てねえな。見てる。でもワントーン見てるからね、見てるよね。えでも本当いろんなアイテムがあって、まあ皆さんでも着回しがしやすいように、そしてツーウェイなので、そうだから何個か持ってるだけで本当1週間回せる、ね、ね、だいぶ印象変わりますよね。そうなんですよ、あのスカートも色がね可愛かった。そうなんですよ、種類もあって、だからリバーシブルで薄めのとちょっと濃いめのがあったりとかして、うん、だから分かんない、さ昨日のスカートと一緒なんだけど、次から着ても、うん、あの同じものとは思われないような。なんか不思議ですよね、印象がだいぶ変わるから。そうなんですよ、はい、なのでね、まあ、女性のファッションをいろんなところに気をつけてるんだよっていうのを、うん、また男性にもちょっと知っていただきつつ、勉強していただきつつですね、このブリリアント女子部、はい、各州でお送りしていく、各州で各州で、うん、はい、お送りしていきますのでね、ぜひ皆さん楽しんで見ていただきたいと思います。なるほど、以上ブリリアント女子部でした。さあ CM の後は兵の時間です。